定点把握で発表される新型コロナの感染者数について。私たちはどのように捉えればよいのでしょうか。専門家に聞きました。まあ、私の印象ではちょっとやっぱり多いんじゃないかなというふうには思います。感染症学が専門で。東北医科薬科大学の藤村茂教授はこう話した上で。まだ決まっていない新型コロナの警報注意報の基準について。 同じ5類のインフルエンザよりも低い数字、つまり厳しい基準になると予想しています。そのインフルエンザよりは新型コロナの方が、私の感覚からいくとはるかに感染しやすいウイルスです。えということでいくと、むしろこのインフルエンザであの定点で10っていう数字よりはです、ね、低い数字での、まあ、注意報レベルというふうな設定にはなってくるんじゃないかなというふうには思います。 藤村教授は感染者数の発表が週に1回のため注意報が出たときはすでに周りに感染者が多くいると考えて感染対策を強化することが重要と話していました。